上海クレマグです。おはようございます。めいめいこと朝みめいです。今日は下からお送りします。今日はですね、大学の卒業を確定したよっていうことを皆さんにもお伝えしたんですけど、まあ、ちょっと卒業式に行けないっぽいんで袴着ようよっていう感じです。でちょっと今日は袴を着て実家にサプライズで見せに行こうと思います。そんな動画になってます。マジ袴なんてさ、着る機会ないじゃないですか。本当に一生に一度だなって思うんで、ちょっとねこれを機に袴を着て可愛い姿を披露しようよっていうところですね。早速ちょっと準備していきたいと思います。レッツゴー。それではメイクしていきます。ちょっと今ベースメイク終わったんですけど、なんか今日めっちゃ顔むくんでる。ってことで見て、なんかスムージーウーバーしてみた。健康的にうまいのかな。いただきます。なんかスムージーなんて飲んだことないんですけど、うん、うまっ。体にいいって感じがする。しみるベリースムージーみたいなやつ頼んでみました。はい、私ひな祭りも実家帰ってたんですよ。そういえばでね、言うて昨日も帰ってたの。ちょっとその実家の近くで用事があって、あの午前中からだから前日の夜に泊まりに行って、まあ泊まりに行ったって言っても、まあただ編集して寝ただけなんですけど、まあそんな感じでちょいちょい帰ってる。実家が割と近めだったから、高校の時とかも東京に遊びに行ったりしてて、でそこであの大西さんに声かけていただいて事務所に入ったという、まあ私の可愛さが全世界に知らしめられてしまったかなって思ってるんですけど、まあでもそれがなかったら、まず東京に遊びに行ってなかったら事務所入ってないからさ、すごいですよね。運命ってことで私と皆さんが出会えたの。ちょっと今日はね、割と準備時間に余裕があるんですよ、珍しく。なんで私は iPad でかまいたちさんの YouTube を見ながらメイクするっていうのが最近日課になりつつあるんで、それをねやっていきたいと思います。でもちょっと最近いつもバタバタしててさ、ゆっくりメイクできてなかったから久々にこの時間嬉しい。で、音で準備していきます。レッツゴー。はい、てなわけでメイクと前髪が終わりましたので、今からクレマグハウスに行って着付けをしていきたいと思います。で、まあ本日なんですけれども、エアさんがちょっと個人の仕事ということで私一人での撮影となっております。誠にあのエアさんの出演を楽しみにしてくださった方には申し訳ないんですけど、まあ一人だけど、まあ絶対見てねっていう、まあさすがにサムネが可愛すぎてクリックしてくれている皆さんがほとんどだと思うので、まあ皆さんぜひ最後までご覧ください。ということで、ちょっともうタクシー呼んでるので今から向かっていきたいと思います。レッツゴー。はい、ということでクレマグハウスに到着しました。イエーイ。ついに一人きりになってしまいました。エアもこの子ないしかいない。ということで、ちょっと今から髪の毛をやってもらいます。どうしよう、なんか、うん、下ら辺でまとめるので、うん、なんかこの辺ちょっとアレンジしてほしいです、うん、あ、この辺さ、アレンジ、例えばそのいつも編み込んだりねじねじするのか、金箔をもしつけるんだったらなんか毛流れだけしっかりしてここになんか波とかにした方が映える。ふわふわな感じか綺麗にまとめる感じ、どっちの方が、どっちがいいと思います。ふわふわ。袴何色ですか。ちょっとかっこいい。そう、シルバーとかグレーっぽいやつ。そうで、髪飾りはクリームっぽいのとこれシルバー系で、この辺を入れます。かっこよくいきます。じゃあかっこよくで、じゃあかっこよくで、大丈夫です。はい、かっこよくで。突然一瞬。お母さんに言ったんですか今日。あ、言ってないです。あ、もう内緒で、なんか行くは言いましたけど、撮影でちょっと夕方ぐらいに行くだけ言いました。じゃあ着てるっていうのは知らない。知らないで、何の撮影って言われて、はい、内緒って言ったら、はい、あ、分かったって言われて、はい、やばいバレたって思ったら、うん、ブーとバセを合わせる回でしょって言われて。全然違う。かわいいよ。お母さん、かわいい。なんか文化祭とか体育祭とかあるじゃないですか、はい、高校の時に。なんか輝いて見えません、夜、うん、気になってる。めっちゃ分かる。輝いて見えます。そこだけ。あと足早く見える。足早く。なんかより一層輝いて見えちゃう。かわいい、やっぱシルバーとゴールド混ざって。すげえ。お、すごい。かわいい。目
が成人式の時こういうのやってる人いなかった。え、本当？いなかった。でも多分金箔が流行ったの本当ここ最近。うん、卒業式で泣いたことあります？あります。へ、中学の時ちょっと泣きましたね。どういう感情で？でもなんかやっぱり中学からってもう知り合いめっちゃ離れるじゃないですか。だから寂しいなみたいな。なんか旅立ちの日に歌ってなんか誰かが泣いてたんですよ。あ、それでなんかもらい泣きしてみたいな。え、泣かなかったですか？泣かなかったです。でも寂しいと。もう何にもあんまりあんまりなかった。その時スノー流行ってて。あ、流行ってましたね。スノーめっちゃ流行ってたんですよ、うん、だから私高校生の文化祭の写真とか全部あのスノーのなんかピンクのネズミの耳のつけたやつあれが一番流行ってた時。みんなそれで撮ってました。みんなやってた。それでそれで持ってみたいな。そう、なんか高校の時の文化祭でなんか有志とかってなかったんですか？有志、あ、あった。ありましたよね。ありました。出し物みたいな。あった。そういうの参加してないですか？参加してないです。参加してないんだ。でも友達やってる人はいました。あ、でもあれ出ましたよ、あの文化祭の開会式の、はい、なんかクラス代表でその自分のクラス何やるか紹介する人いるじゃないですか、はい、それやりました。あ、やったの？なんかその美女と野獣の劇だったんですよ、うちのクラスが。あ、そうなんですか。で、私まあ当たり前なんですけど美女役美女役ベルだ美女役やってたんで、だからその紹介で美女と野獣、はいはい、がの2人が出るみたいなで。あ、はいはいはい。本当に美女？え、そうですよ。すごい。なんか主役じゃないですかやっぱり。はい。なんかそういうオーディションとかやりました？いや、なんかやりたいって女子がいなくて、あ、そうなんですか？どうするみたいになって、で男子も決まんなかったから、はい、女子が男子を投票で選んで、はいはいはい、男子が女子を投票で選ぼうみたいな。すごっ。で美女役。美女役っていうか、まあ、美女役じゃないもはや。もう美女、もう美女、あ、美女でやりました。でもその時めっちゃ受験の勉強してた時期で、はい、夏とかもう夏期講習めっちゃ入ってて、はいはい、全然台本覚えられなくて、はい、でなんか本番30秒ぐらいセリフ飛んで、あの無の時間黙っちゃって気まずかった。全然覚えられない。無の時間でも無事覚えました。うん、めっちゃ楽しかった。お、できました。できました。すごい。すごい。なんかかわいい織姫。織姫みたいな。なんか薄いピンクに似合いますね。なんでも似合いますよ。自分で言わないでもらっていいですか？着ないだけで。実は振り袖の時は、はい、赤と黒。しっぽく。てか私昨日幸運のタクシー乗ったんですよ。え、知ってますか？なんかピンクい…ピンクのやつ。そうですよね。すごい。2回目。2回目。気づかなくて、はい、降りる時に言われて、はい、幸運のタクシーです。で、カードもらえるんですね。そうです、もらいました、カード。すごい。でもそれってカードもらえて何人かに使えるとかではない？ではないけど、どう？なんか幸運ですよ、幸運だよみたいな。これ上がこれになってるピンク色。あー、桜。5000分の7。5000分の7すごい。すごいですよね、これ5000台あるってことですよね、うん、まずそれがすごい。卒業式に彼女に花持って登場するイキリ男子いませんでした、はい、イキリ男子って言うのなんかいますよ。なんか全然その中学の人とかじゃないけど、はいはい、その彼女の会うためだけに来る人、はい、ああいましたね。花持って彼女に会いに来てる俺じゃない？確かに地区違うのにみたいな。で、だいたい TikTok とか載ってる。だいたい彼女ティアラ被ってる。ティアラ被りがち。確かに。でもいました？卒業式、あ、行った。行ったんだ。行った行った。てか、花ってもらったらどうしたらいいって思いません？あー、まあ、なんかそうです。花じゃん。花なんかもら、何回かもらったことあるんですけど、はい、枯らしちゃう、すぐ。ドライフラワーにしちゃえばいいんです。どうやってやるんですか？満開だと思ったタイミングで、満開の手前の方が綺麗なのかな。満開の手前で逆さにして吊っておくの、うん、そうすると水分が抜けて綺麗にその色のままドライフラワーになる。そう、うん、すごい。
じゃあ皆さんもぜひぜひもらったらやってください。はい、枯らしたことしかない。いやでも枯れますよね。枯れる、うん、プリーズチャンネル登録。じゃじゃん、完成しました。袴めいめい、後ろこんな感じ、可愛いですか？めっちゃ可愛い。ありがとうございます。似合いすぎて初めて着た、うん、てかこれ想像以上に着物とか振り袖よりここがきつい。やっぱ何も食えないわ。持ったら食べよういっぱい。そうですね。はい、ってことでちょっと今から実家の方に帰ってママにサプライズで披露したいと思います。それではレッツゴー。はい、ということでタクシーに乗って今実家に向かっています。はい、どうですか？ちょっとドキドキします。体勢が辛い。あ、辛い。寄りかかるなくて、うん、ちょっとどういうリアクションか楽しみです。そうですよ、はい、でも卒業式はまあ行けないわって話はしたんですよ。はい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 。やっぱ袴とかも全然やってないし、うんうんうん、話だけして、はい、で卒業確定した時は一応連絡して、はい、ママに、うん、そしたらママがその後メイが実家帰った時に、はい、ケーキ出してくれました、卒業おめでとうの。すごい。でも袴着るとは多分思ってないから、はいはいはい、ちょっと楽しみです。そうですよね、はい、反応もどう反応くるか楽しみですね。楽しみですね。嬉しいですね。いやいや、うん、楽しみじゃないですか、やっぱり。楽しみです、うん、娘の袴姿って晴れ姿をね、うん、そうですよ、披露したいと思います。阿部ちゃんはあのバセと仲良くなるの頑張りましょう。そうですよね、うん、マジで怖い。本当に怖い。いやでもちょっと頑張ります。頑張りましょう。はい。可愛いんで。そうですよね。可愛いのは分かってるんですよ。可愛いんだけど。うん。ちょっといきなり切れるところあるから。そうですよね。ってことで向かっていきたいと思います。レッツゴー。皆さん、ここで緊急事態です。今私実家に着いたんですけど、謎に私の母がなんか外に出てて動画も回してないのに、あの振り袖姿を見られるっていうちょっとよくわかんない事態になったので、今家に連れ戻しました。ってことで入っていきます。ちょっと何、じゃじゃん、すごいじゃん。え、何、卒業だから？そうなんです。今日はちょっとメイが卒業式出れないんで振り袖をママに見せようと思って、そのために振り袖を着ました。今外で見てちょっとなんかうるってきちゃった。いやまずちょっとタイミング悪すぎた。撮ろうと思ったの、撮ろうと思ったのにね。せっかくバセ見ろ、メイの振り袖姿を。まあ阿部ちゃんについてないで。どう？ちょっと感動しちゃった。ちょっと一生に一度の機会なんでね。え、卒業式出ないっていうか、そうそう、卒業式出ないけど、うん、ちょっと袴を着てママに見せようっていう。感動してる。感動しますね。可愛いでしょ。この家はメイのメイとクレマグのものがいっぱいある。廊下はこんな感じ。これはメイの誕生日にマグネッコが作ってくれたボードたちが飾られてます。なんか超懐かしいんだけど、この辺の写真とか。ってことでどうですか、メイの袴姿。かわいい。かわいいでしょ、うん、かわいいって言わせ。ママに卒業が確定した時にすぐ送ったよね、メイ LINE で、うん、卒業できましたって。そうだ。そしたら褒められました。でケーキを用意してくれました。ありがとうございます。てかメイが事務所入ったの高校生の時なんですけど、ママと一緒にあの大城さんに話を聞きに行ったよね、うん、前の事務所に。あ、はいはいはい、大城さんだったんで。そう、一番最初大城さんに話聞きに行って、うん、どうだった、メイが事務所入るって言った時。おとなしいでしょ、割とこの人。はい。だから、え、本当に入るのって言ったよね。言った。でもその事務所入って最初の頃はショールームの配信を毎日やってて、マジで朝の5時とかから、うん、そのできる時間が朝の5時から夜の10時までで、未成年だったから、でその時間に目起きてやってたんだけど、ママが多分一番星投げてた、ちょうどポイントのね。最後ね、ギフト投げたもん。そうそうそう、ギフト払って投げてた。だからママが一番応援してくれてた人です。で YouTube 始めるってなった時は言った、どのタイミングで言ったっけ、なんか言ってた、その時、うん、えって言ったの。全然覚えてないんだけど、でも言ったことないから、ウランとエアは知ってたじゃん、うん、
そのショールームの配信があったからウランとヤのことは知ってて、で YouTube 始めてからもマジママめっちゃ見てる、うちらの YouTube だって。今帰ってきた時もその携帯で流れてたもん、メイとヤの足つぼのやつで。あのメイがこの実家にテレビプレゼントしたんですよ。それが YouTube も見れるやつだから、それでも見てるでしょ。でよくここで撮影してたの、その時は。そうだ、2人来て、ここで、うん、やってたよ ね。なんかメイ覚えてるのはクリスマスケーキ、ここでママがスポンジでっかいの作ってくれて、はいはいはい、でみんなで飾り付けするっていう、そう、動画撮ったりしてた。ここでここでお泊まりとかもしてたし、だからなんか2人のウランとエアの家はちょいちょい変わってるから、引っ越したりして。あ、はいはいはい、ここだけずっと最初からこの家だから。そうだからメイが一人暮らしするしたかったの、ずっと。でメイ第一の時にママに一人暮らししたいって言ったけど、ママ大学1年の時で、ママが二十歳になってからって言われて、で OK ってなったけど、その前にその自粛になってクレマグハウスに住むことになった。マジでめっちゃいきなり決まって、ほんともう1週間後から3人で住むみたいなぐらいの超急だったよね。でママにそれ言って、寂しかったでしょ。寂しかった。さすがにね、寂しいからそこまで見るの嫌なんです。あ、はいはいはい。ずっと電気つけっぱなし。そう、ずっと開けて電気つけっぱなし。しかもメイはなんか一人暮らしじゃなかったから、そもそも実家出たけど3人だったから、そんなになんか寂しいっていう感覚はなかったの、でもその3人暮らし終わって一人暮らしになった時に初めて寂しさを知った。誰もいないっていうの初めてだったから。寂しいと思うっすね。思いました。マジハムスター買おうかなって思ったもん。寂しすぎて。てかメイがあの大学生1年でちゃんと対面で帰ってた時はなんかママがめっちゃメイの朝ごはん超気合い入れて作ってくれてたの、覚えてる？覚えてない。メイはその時は朝ごはんめっちゃ食べる食生活してて、好きなものはもう全部朝に食べるみたいな感じで、でママに前日の夜とかにこれ明日の朝食べたいみたいな言うとママが全部作ってくれるっていう、朝から唐揚げとか春巻きとかステーキとか言って、でメイはその一限ある時とか朝出るのめっちゃ早かったから、でママは朝の5時半から朝ごはん用意したりして。ありがとうございました。感謝です。メイはそれを楽しみに日々朝起きてたから、もう朝ごはんを楽しみに。お腹空いてたもんね。そうそうそう、夜全ほぼ食べてなかったね。基本朝にまとめて食べる。でその学校も昼休みがないから食べる時間ないから、ちょっとお菓子食べてとかぐらいの感じ。じゃあもう朝だけがっつり。もう朝めっちゃがっつり食べてた。でも実家に出てからはなんか一時期さ全然ママと連絡取ってない時期あったよね。あった。なんかね、なんか頻度少ない時期あった。てか多分ウランとエアがめちゃくちゃ連絡取る方だから余計そう思ったのかもしれないけど、2人は結構電話とかしてるから、エアとか暇さえあればママと電話したりとか、でもメイとママって電話しないじゃん、別におしゃべりの電話ってしないから。しないの？本当にしないよね。てかしたことなくない、おしゃべりの電話。メイそもそもそんな電話好きじゃないのもあるんですけど、マジ電話しなくて、でたまに LINE するってなったらなんかママがバセの写真送ってきたりとか、メイが食べたご飯の写真送ったりとか、そんぐらいだよね。でメイもなんかあんまり実家帰ってない時期もあったね、あったし、てかそれこそあの3人暮らし始めて最初の頃マジで帰ってなかったの、ほぼ何ヶ月か帰ってない時期。何も来ないからこっちから出向いてた。そうだよね。なんて。そう。だから近い方だから逆にタイミング、まあ別に今じゃなくていいかみたいになって、そのわざわざ大城さんが実家に帰る休みをくれたにもかかわらず、実家に帰らず友達と遊びほうけるっていうっていう生活してたの。そうそう。でも最近結構ちょいちょい帰るようになったよね。だからこの前もひな祭りの時帰ったりとかしてた。で次は子供の日帰ろうかなって思って、子供の日帰ろうかなって思って、あとお兄ちゃんの誕生日が今月末、あ、来月末あるんで、その時帰ろうかなとか、なんかちょいちょい帰るようにはなった。そう、前と比べたら全然。なんかその一人暮らししてから実家の良さに気づいて。え、本当に？いやマジで。え、あ、そっか、阿部ちゃんは。そうなんですよ、ずっと。そっか、実家だもんね。実
でも本当に一人暮らしした友達みんなと話すけど、みんな言う、実家の大切さやばい、ご飯があるっていうのがまず幸せすぎる。解放されて楽しいイメージ。マジ最初だけそれ、本当最初の1ヶ月ぐらい、そっからもうマジ大変だしつまんないし、何もなんか人がいないっていう空間が寂しく感じてくる、だんだん。あとみんなが言うのはその兄弟と仲良くなるっていう。あ、それはあるか。それはそうですね。そう、本当にそうなの。私、兄がいて、あ、一緒だ。はい、兄が出てから、出てた。仲良くなりました。ほら。確かもね、そう。てか、え、てか、めっちゃママに怒られてたよね。態度悪い。態度悪いらしくて。態度悪くて、かわいそう。で、そんな、そんなつもりはないんだけど、態度悪かった。うん。なんか、いない感じ。いるのに。かわいそうだったもん。なんか態度悪いって言われて怒られてた。でも仲良くなったよね。だってディズニー一緒に行ったりとかした。メインに誘われてもう嬉しいわけ。ルンルンなの。ルンルンなんだ。ディズニーも行ったし、うん、古着屋買い物行ったり。え、古着屋も行くんですか。なんか服 買おうって思って、お兄ちゃんの服があまりにもダサいから。その時あの実家にテレビを買った時だよね。でお兄ちゃんにもなんか買おうってなって、はい、で、あ、違う、思い出した、ルンバ買ったんだ実家に、実家にルンバ買って、でお兄ちゃんには服買おうって思って、で2人で古着屋さん行って、でその日の夜にみんなで焼肉行ったじゃん、うん、何回かご飯は行った。2人で違う、2人じゃない、みんなで。お寿司、ママの誕生日でお寿司行ったり、うん、その焼肉行ったり。で、この前はあの旅行行ったんですよ、バセも連れてさ、うん、千葉のちょっと奥の方のなんか犬も泊まれる一棟貸しのところがあって、ずっとバセを連れて旅行に行きたくて、てかもう本当に旅行って行ってなかったよね、うん、バセがいるから置いていくのもあれだしって思って、でも旅行行きたいってなって場所探してバセ連れてみんなで旅行行きました。ママとお兄ちゃんがずっと焚き火でなんかあったまって、なんかなんかメインはマジ寒い、庭で焚き火、そうそうそう、とバーベキューができて、はいはいはい、そこが寒いんだもん、ね、でメインはマジ寒すぎて、うん、マジ一刻も早く中入りたかったんだけど、多分ママとお兄ちゃんはその満喫したいっていう気持ちがありすぎて、ね、ずっともう外で夜中まで二人でずっとあったまってるね。バセが一番疲れてたもん。だからめ、お正月に実家帰ってきてて、年末年始その時あの朝起きたらバセが横にいることがめっちゃ幸せ感じた。でメイはママのご飯が好きだから、お正月に寿司頼んだのちょっと後悔した。ママのご飯にすればよかったって思って。ママの寿司もよかったけど。みんなで食べたの、寿司頼んで。てか、ただメイがたまにこの実家に帰ってくると、なんか自分がお姫様になったかのような感覚味わうの。てかなんか、まあたまにしか帰らないからさ、ご飯とかも全部メイが好きなものが出てきたりとかさするわけじゃん。自分お姫様かなって思って。てか今度その実家のご飯食べる動画撮りたいの。おー、いいよね。それエアと話してて、ウランとも言ってて。あ、それぞれね。そうそうそう、確かに。まあ、ただ実家に帰りたいだけ。みんな。まだゆっくり。そうそうそう、それやりたいの、実家ご飯。なんか前も実家にさ、たまに帰るときにママから何食べたいって聞かれるじゃん、うん、めっちゃ迷っちゃうの。なんかその前たまにしか帰らないから、その1回を無駄にしたくないって思って。あ、はいはいはい。今究極に自分が食べたいものを頼もうって考えてるの、いつも。そうなの。そう。で、この前お正月に食べたのがあれ、チキン南蛮、めっちゃうまかったやつ。そう、チキン南蛮食べたとか。ちょっと失敗しちゃったの。なんかそれがいつも分かんない。なんかママがいつもご飯出してくると、なんか失敗しちゃったみたいな、なんかいつも言ってくるんだけど、全然わかんない。普通にうまいから。え、わかんないですよ。わかんない、わかんない、わかんない。すごい、なんか失敗したとか。鍋とか食べたね、お正月の時は。え、お母さんの一番好きな手料理なんですか。なんだろうな、ケーキ。これっていうのないよね。これってなくない。マジで本当にそう、全部好きだから、これっていうの出てこないんだよね。でもメイがクレマグハウスに行く日、クレマグハウスで暮らしますっていう日の朝に最後にここで食べた朝ごはんはシーフードカレー。そう、それリクエストしてシーフードカレーで、しかもなんかそのシーフードもなんかイカとかを入れるんじゃなくて、ちゃんとフライにして。え、すごい。そうしてた。すごい。フライのなんか
シーフードカレーみたいな。で写真撮ったよ。でなんか写真撮ったのなんだっけな、ミルフィーユパイみたいなのをすごっ作ってたよ。え、お母さん料理好きですか？もう料理好きだよね。好きじゃない。え、好きでしょ。作るの好き。ほら、シーフードカレー。え、すごい。ほら、乗ってる。それが。そう、これがイカフライ。あ、そういうこと。そう。で、なんかこれはお兄ちゃんはあんまりシーフードカレー好きじゃなかったらしくて。え、そうなの。そう。で言われたもん。なんか好きじゃないらしいよって言われたけど、メイが食べたいからママが作ってくれた。反抗期。メイ、反抗期あったわね。反抗期。中学生ぐらい。感じ悪い時あった。あ、でもそれ言われてたよね。言ったっけ。いや、なんかその怒られてた記憶あるもん、感じ悪いで。あ、じゃあその時だね。うん、中学生ぐらい。中学生。え、なんか暴言だよね。暴言は吐かないよね。ババアとか言って絶対言わないよね、それは。いやだ。とかあんま自覚がないの、自分でも。でも反抗期は普通だもんね。スイちゃんもあったでしょ。私もありましたね。え、ババア。ババア言ってないですけど。いや、でしたい。うるさいって言ったの。お母さん何も言わない。怒る。いや、めっちゃ怒ります。へえ。何その口。で負けるっていう。そうだから負けるからその言いはしないの。でもなんかめっちゃイライラし、なんかわかんないけどイライラするから、そう。だからめっちゃ扉でかく閉めてみたりとか、音めっちゃ立ってるみたいな感じ。そういう反抗の仕方。歩くときもドスドス。めっちゃ音出す。でもみんなあるよね。まあ、あるね。ないと良くないって言うもんね。へえ。え、お兄ちゃんとかと大喧嘩します？大喧嘩ってしたことないよね。え、一緒にゲームとかしない？ないです。ゲームとかします？メイがしないから。しないんだ。お兄ちゃんはしてるけど、一緒になんかやるってあんまないね。あ、でもあの一緒にじゃないけど、だいぶ前メイが実家帰ってきた時にお兄ちゃんがあのテレワークの休憩中の1時間で餃子作ってくれた。お昼ご飯覚えてる？あ、作ってくれたかも。そう、なんかその料理にちょっとハマってた時期があったらしくて、で、メイが帰った時にわざわざその1時間で買い物行って、はい、餃子こうやって包んで焼いてくれた。あの一瞬ハマってたの。そうそうそう。 YouTube で見て作るのね、はい、全部美味しかったんだよね。うまかった。全然やんない。だからやればできんだよ。やんないだけで。うごめせ。やんないだけでやれば。てかメイ、ちっちゃい頃さ、味噌汁マジでさ、飲まなかったよね。飲まないから作んなくなったもん。そう。てかメイはその味噌汁って具だけを食べるものだと思ってて、汁を飲まない、汁を飲むっていう概念がなくて、知らなかったの、汁を飲むってこと。そんなわけない。ほんとガチガチ、これガチで、そのエアとかウラン味噌汁好きで汁飲んでるから、えみたいな、汁飲むから味噌汁って言うんだよみたいな、教えられた。みんマジで知らなかった。あと何かあったかなって考えて考えてた。はい、ということで本日は袴姿をママに見せに来てみました。ママとバセリね。ママとバセリ、ちょっと一生に一度の袴なんで、ちょっと着れてよかったです。さすがに可愛すぎてるっていうコメント待ってます。その以外のコメントはいらないですね、バセ。ということで皆さん、本日は今年卒業生の方、卒業おめでとうございます。みんなもあのぜひ袴とか着たり振袖着たりとか、そういう春姿をお世話になってる人に見せてみてはいかがでしょうか。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。雪が綺麗と笑うのは君がいい。